どうもマサズアウトドアチャンネルようこそマサニーですそして JFK スタッフのソウキです。さあ今回は、ソウキと一緒に動画撮影していきます。よろしくお願いします。お願いします。で前回に引き続きね、古着屋さんの1週間コーデということで、はい、撮影していきます。まあ、ソウキ結構気分変わってしますか？ベースが、まあ、アメリカ人っていうベースがありつつ、はい、こう日によってちょっと変えていこうみたいな。そうですね、意外とありますね、うん、アメリカ人の中でもゴリゴリにしたい日もありますし、はい、ああそうだよね、ちょっとルードっぽい日とかちょっと大人っぽい、はい、大人っぽく行きたい日とかもあったりするんで、ベースからちょっといろんな方向にっていう感じではあります、ね、はいはいはい、まあまあちょいずらして見せ方を、そうですね、日によって変えるみたいな、はい、そんな感じ で、楽しみですね今回じゃあ高台がほぼ変わらないちゃんと聞いてましたねまああれは高台の良さですから、ね、そうですね、で早期の、はい、1週間後で今回やっていこうと思います、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ早速いきましょう、はい、1日目ですね、はい、ブーツからですね、はい、これブーツがレッドウィングのブラックスミス、うん、ブラックスミスいいですね、いいですね、パンツがギズのチノリ、うん、はいはいはい、まあ定番ですね、はい、うん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 、でこのシャツが、シャツがこれが60年代の、はいはいはい、オンブレのレオンのシャツです、ね、うんうんうん、いいっすね、まあ、この辺は大好きだもんね、めっちゃ好きっすね、もうこの辺めっちゃ持ってるもんね、めっちゃ持ってます。あでもタンクトップは何かの、タンクトップは、うん、自分タンクトップとか全くこだわりなくて、はいはいはい、はい、普通にユニクロのやつです。あユニクロなんでこれは、はい、で基本ユニクロタンクトップはじゃあ、そうですね、でも全然いいね、そうなんですね、うん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 、こうそこはあんまりそこまでこだわりなくてみたいな感じだ、そうですね、うん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 、でもちょうどいい感じだよね、そうなんですよね、なんか可もなく不可もなくっていう感じ、はい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 、みんなが着やすいように作られてる、まあまあね、確かに大衆向けの感じなんで、うん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 、ここは それでいいかなっていう、ああはいはい、感じです、うん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 、なるほどね、はい、でこのメガネは、これがモスコット、おおはいはいはい、いいの持ってますねで帽子、これがドッグのキャスケット、うん、ああ、ね、ドッグいいですね、最高っすね、これめちゃくちゃかっこいいですね、うん、でこの日のなんかポイントみたいなのありますか？この日は、うん、もうシャツをメインにしたい日、はいはいはい、なのでそうですね、この日はシャツをメインに考えて、うん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 、パンツと頭元はあんまり色使わずに、うん、はい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 、けどこれだけだとちょっと色味的にシャツだけが浮いちゃうような感じになっちゃうんで、うんうんうん、ブーツで若干シャツの色味を拾って、はいはいはい、ちょっとまとまりあるような、なるほどね、感じにしてる感じですね。でまあ全体的にトーン、カラートーン上げすぎずに大人っぽく見せるみたいな、ね、ああ素晴らしいですね。こんな感じの1日目になりますね。はいはい、1日目最高ですね。ありがとうございます。じゃあ次2日目いきましょうか。2日目です。はい。これちょっと撮ってる場所も違うんですけど、はい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 、はい、クジラに出勤してる日は1日入れてみました。はい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 、なるほどね。もう結構印象違うもんね、これやっぱり。そうですね。うんうんうん、ちょっと。カジュアルっぽいよ、かなりカジュアルに振った、ね、そうですね、感じだよね、はい、うん、で靴は、靴はこれコンバースの CT の黄色ですね、うんうん、はいはいはい、ああはい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 、いいですね。パンツは、パンツはこのサイズがあんまりなんか久々に履きました、久々に見たな、めちゃくちゃ違和感ありましたでもまあちょっとね、あのクジラで出勤するということで、そうですね、こんな感じのチョイス、はい、これはリーバイスの503になる、へちょっと501だとストレートになるんですけど、はい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 、503のちょっとワイドストレートになるんで、これウエストが30でぴったりなんですけど、はい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 、ある程度こうゆとり出るような感じ、なるほどね、で濃紺になるんで、はい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 、これはカジュアルに行く日、うんうんうん、ちょっとオフにさらっと出かける日とかに履いたりするような、あーなるほどね、感じですね、へー個人的には、はいはい、このトップスは、トップスはこれラッセルの90年代の無地製になります、ね、いやいいですな、いいですね、この辺最近高騰してますから ね、ラッセルの無地製、うん、これあると、うん、店頭で見つけた方にはすごいおすすめです、はい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 、確かに確かに、うん、だいぶ玉数も減っちゃってるとは思うんで、はい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 、確かにね、うん、
やっぱバランスいいよね。バランスめちゃくちゃいいっすね。ね、まあ丈、身幅、あとこのコットンのいい混率ね。これめちゃめちゃバランスいいよね。個人的に割とアームのここの太さもあるので、はいはいはい、1枚で着てもすごい決まりやすいというか。確かに確かに。なんで1枚で着てもいいですし、もちろんインナーに着てもいいんですけど、うん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 、割と1枚でっていう時にもラッセルの無地性は結構おすすめになります。はい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 、ああ、なるほど。帽子は？帽子はドッグ、ね。ああ、さっきと一緒ですか？はい、はいはいはい。この日のポイントは何かあるんですか？ポイントは、うん、基本この上はワントーンなので、はあはあ、ちょっと靴で差し色っぽく入れたっていう感じです、ね。はい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 、なるほどね。あんまりカジュアルすぎても好きじゃないので、はい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 。じゃあ色は最低限に抑えて、そうですね。でポイントで黄色入れるぐらい、はい、あ、そのぐらいですね。いいですね、はい。じゃあこれが2日目、2日目のクジラに出勤した日のコーデになります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて3日目いきましょう。3日目ですね、はい。じゃあこちらですね、はい。これは早期っぽいよ。これこれはそっか、これっぽい。やっぱハットがいいね。いや、嬉しいです、ね。ハットどこなんですか、これは。これはブリクソン。ああ、ブリクソン。まあ僕も、はい、あの愛用して、まあ僕もあのキャスケットとかこうマリンキャップはね、ブリクソン愛用してますが、はい、かなりいいですね、これはね。めちゃくちゃいいですね。めっちゃいいですね。まあかなり似合ってます。やっぱ幅は広げで、ね、広い方がいいよね。個人的にはそうですね。つば、ね、広い方がいいよね。なんかでも。うん、被られてる方も結構短めの方の方が多いような気はするんですけど。いや、まあ確かにな。個人的にちょっとシャレ感ある方が好きなので、はい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 、ちょっと広い方が自分には合うなっていう感じで。いや、似合う似合う、うん、似合ってると思う、うん、いいですね、これは、はい。で、メガネがこれもモスコットの、あ、モスコット1日目のやつと同じやつです、ね、はい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 。で、このシャツはシャツはこれプリネルですね。ほー、はい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 、はい、いいっすね。この色がたまんないね、まずね。これちょっと写真だったら伝わりにくいとこもあるんですけど、うんうんうん、結構この辺にボロ入ってたりとか。あー、なるほどね。まくってるんであんま分かんないんですけど、はいはいはい、ここにもすごいボロが入ってるんで、これ結構お気に入りのシャツの中の1枚です。うわ、んうん、そうなんだ。なんかブランドとかあるんですか？これブランドとかはないんですけど、普通に90年代ぐらいのプリネルになるんですけど、うん、はい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 。個人的に配色とこのボロ感がすごい好きで。あー、なるほどね、うんうん、これは結構お気に入りのシャツなんです。で、タンクトップはユニクロですか？はい。いいですね。でもパンツは？パンツはこれレッドキャップの、コットン100のパンツになります、ね。これ何色になるんですか？グレー。これグレーですね。ああ、いいですね、うんうんうん。で、シューズが？とチペはですね。ああ、チペは80年代ぐらいの。80年代ぐらいの。はいはいはい、はい、ですね。なるほど。これで3日目ですね。はい。これポイントはありますか？この日のポイントは。ポイントっすね。うん。プリネルが結構色使ってるので、はい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 、他のとこは割と抑えめなんですけど、うん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 、これに黒を持ってくると、うん、ちょっとシャツだけが色使ってる感じになっちゃうので、うん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 、この日はハットのすごい被りたい気分だったので、はい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 、ここにハットを持ってきて、はい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 、ちょっと割とシャツ緩めに最近着ることが多くなって、開けてる時は結構タンクトップ出してることが多いんですけど、はい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 、ちょっとやっぱ最近クラシックに気分がすごい今来てるので、はい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 、ちょっとここでタンクトップをインしてメリハリをつけることで若干ラフよりちょっとクラシックっぽく。あー、なるほどね。ちょっとのとこなんですけど、はい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 、この日はタンクトップをタックインして、うんうん、ちょっとクラシックっぽく見えるようにっていうのが今日この日のポイントですね。なるほどね。まあやっぱこうタックインしてベルトが体の中心にあのストレートこのラインが入るっていうところがまた結構ね パキッとこう分かれてくれるから。そうですね。あ、この辺がまあ小技だよね。あ、いいですね。これが 3日目ですか？これが3日目になりますね、はい。続きまして4日目いきましょう。4日目です。はい、シンプル。これめっちゃシンプルです。これめっちゃシンプルですね。これ帽子からいきましょうか。これが今日被ってるやつと一緒なんですけど、クライムっていうところの、クライム、へー、うん、大人のブラックアメカジみたいなのをちょっとやってるようなブランドのキャスケットに、これがいただき物なんですけど、高台さんからいただいた金子オプティカルの、はい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 、おー、いいですね。いいのもらってますな。ありがとうございます、はい。で、このヘンリーネックは、ヘンリーネックがこれ新品なんですけど、うんうんうん、トロフィーの、あ、なるほど、いいですね。またトロフィーかっこいいからね。うん、で、ヘンリーのポケ付きポケ付きのヘンリー、はい、めっちゃいいな、うん、はい。で、これパンツが、うん、レッドキャップの、これもコットン100のパンツになります。はい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 、あー、なるほどね。で、ブーツが
レッドウィングのブラックスミス。ああ、なるほどね。で、この日のポイントは何かありますか？この日は、もう本当にザ・シンプルって感じで、はい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 、結構、最近はもう寒くなってきてるんですけど、うん、この日は割と暖かかったので、ヘンリーネックを1枚着たかったので、はい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 、全体的にワントーンって感じのコーデにしてます。ああ、なるほどね。まあ、これも変、この1枚ヘンリーでカッコつくから、できるスタイルだよね。そうですね。あ、これ、まあ、ヘンリーネックがかなり強いね。強いですね、これは。かなり強いね。まあ、形、まあ、ボディバランス。で、まあ、生地感とかも、まあ、かなりいいんでね。はい、これ、まあ、かなりおすすめですね。これはおすすめですね。はい、これが、何日目 ?4 日目ですか？これ4日目になります、ね。4日目、はい。続いて、5日目のコーディネートはこちら。はい。またいいですね、これも。いいですね。うんうん、じゃあ、帽子からいきましょうか。帽子がこれドッグのキャスケットになります、ね、はい、はいはいはい。でメガネは前の日と同じの金子の金子、はい。で、カーディガンですか、これは。これカーディガンですね、はい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 。これが WRL のカーディガン。うわー、いいですね。またいいの着てますな。で、このインナーは何使ってるんですか。インナーはこれ、サマル着てます。ああ、はいはいはい。まあそこまでブランドにはこだわらずって感じですか。そうですね、ブランドとかじゃなくて、うんうんうん、割とシャツも結構丈長めに着ることが多いので、うん、はい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 。と短めのサーマルとか、うんうん、ピチピチのサーマルだと結構合わないというか、うん、ちょっとゆとり欲しいので、はい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 、このサーマルは割と緩めのサーマルになります。うんうんうん、なるほどね。じゃあ、まあサイズ感だけ。そうですね、サイズ感で選んだ。気遣ってるって感じだ、はい。ああ、なるほどね、うん。で、このパンツは？これがアイゾットの、ほう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 、こちらパンになります。おー、なるほどね、アイゾット、はい、いいっすね。で、ブーツがはチクヤの80mm。 はいはい、まあいつも履いてるやつだね。はい。で、この日のポイントは何かありますか？この日のポイントで言うと、うん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 、WRL のカーディガンだけがメインの日って感じですね。はい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 。それ以外は本当に黒できっちりまとめてるので。なるほどね。じゃあ、このカーディガンをあえて浮かす。そうですね、スタイリングだ。ああ、なるほどね。そんなに色のトーンで言うと変わらないんですけど、はい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 、他が全部黒なので、ここだけに目がいくように、うん、なるほどね。ここがメインの日っていう、はい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 、感じで、この WRL のカーディガンをメインにした日っていう感じです。なるほどね、はい、ありがとうございます。これ5日目、これ、5日目ですね。はい、5日目。じゃあ、続いていきましょう。はい、はい、6日目。6日目ですね。これもハットからいきましょうか、じゃあ。はい。これ、ハットがさっきと一緒のブリックストン。ブリックストンのハット。はい。はい、で、メガネが金子の。金子。はい。うんうんうん。で、このシャツっすね、やっぱ。シャツが？シャツはこれ、ラディアルのシャツに。おー、ラディアルなんだ。へぇー。じゃあ、新品で購入した感じですか？そうですね、うんうんうん、新品で。はいはいはい。この下のヘンリーがは、トロフィーの、さっきのトロフィー、はい、うん。で、このパンツが、あ、こっちがアイゾットのパンツですわ。あ、さっきのパンツがレッドキャップの、うん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 、これはコットンポリのパンツです、ね、はい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 。で、こっちがアイゾット、こっちがアイゾット、はい、うん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 、なるほどね、うんうん。で、ブーツがチピアか。はい。はいはいはい。まあ、これも結構早期っぽいスタイリングかなと。そうですね。もうなんかシャツ着てる日はちょっと自分っぽいのかなっていう。いやー、まあ、ぽい。シャツとハットはセットだね。そうですね。ああ、割とこのスタイリングはもうちょっと、自分の中でも。定番化してる。定番化してる感じではありますね。この日のポイントは何かありますか？この日のポイントで言うと、うん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 、シャツとハットの色味が合うような感じになってるんで、これ統一感を出して、他のものは黒と白で、きっちりめにまとめてるって感じです、ね。ああ、なるほどね。これも早期っぽいわ。このシャツのスタイル好き、うんうん。自分もこれがめちゃくちゃ好き。最近の中でめちゃくちゃ気分で。めっちゃいい。うん、これが6日目。6日目なんです、はい。続いてラストですか？ラストです。はい、続いてじゃあラストいきましょう。ラストは、今日の格好ですかね。そうですね、はい、今日の格好、はい、じゃあ、上からまた説明お願いします。これがクライムってところのキャスケット、はい、クライムのキャスケットに金子のサングラス、はい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 、で、インナーが普通にブランドとか特にないんですけど、うん、黒のヘンリーネック、はい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 、入ってて、カーディガンがビームスのモヘアが入ってるカーディガン、うんうん、はいはい、このカーディガンめっちゃいいよね。
サイズバランスもめっちゃいいよね。人気も最高です、ね、ちなみにサイズ表記どんぐらい？これは S になります。これで S なの？はい、これめっちゃいいよね。で、このパンツが？これはカーハートのペインターパンツ。あ、いい。ダックですか？そうダックですね。あ、ダックの、はいはい、ダックパンツ、はいはい。で、ブーツがチペアの80年代、まあ、いつも履いてるんですね、はいはい。で、この日のポイント何かありますか？この日のポイントで言うと、この日が一番ポイントあるかもしれないです、うん、はいはいはい。こうペインターパンツなんで男臭い印象になるんですけど、確かに確かに、それをちょっとクラシックと綺麗なものを入れて自分っぽく落とし込んだっていう日になってて、はい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 。でインナー普通にヘンリーネック、あの白のサーマル着ればここにヘンリーネックないんですけど、はいはい、それだとちょっとカジュアルすぎるなと思ったので、あーなるほどね、ちょっとクラシック要素を入れたかったので黒のヘンリーネックをあえて持ってきたっていう感じで、でカーディガンがちょっと綺麗めにも触れるアイテムであるんで、確かに確かに、中にちょっとクラシック要素とか、うんうんうん、下に男っぽさを持ってきて、はいはいはい、キャスケットでまとめたので、ちょっと、うんうんうん、ちょっといろんなとこをミックスっていう感じで自分っぽく落とし込んだっていう日になってます。はいはいはい、はい、なるほどね。いろんな要素ミックスしてバランスを取るみたいな。はい、この日が一番ポイントある。はい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 、ね、いいですね、はい、ということでこれが7日目になります。コーディネートということで1週間コーデでした、はい、いや結構バリエーションやっぱ多くて面白いですね、はい、早期の場合はやっぱただやっぱシャツ解禁チェックシャツにハットみたいなスタイルがなんか一番ハマってるかなとは。本当ですか？僕個人的にはね、うん、思いますが、あのスタイルやっぱ似合うね。でいや嬉しいですね、めちゃくちゃ一番好きかも。なんか見ててああ素敵だなと思う。本当ですか？俺はあのスタイル好きよ。早期がやるスタイル。いや嬉しいですね。早期って なるじゃんあのスタイルって、うん、なんかザみたいな、ザ早期スタイルがあれが確立されてるからあのスタイル好きだよ俺。いや嬉しい、うん、めっちゃ嬉しいですよ。でまたシーズンごとにこう1週間後で、はい、あのやらせていただくんでまたよろしくお願いします。お願いします。で今回こんな感じで、はいはい、終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。